腹壊しちゃうんだよ、ちゃんと焼かないと。いや、このね、ミニホットプレートいいよ、これ。うん、あと、レタスね。これ400円もしたんだ、これ。一束400円のレタス。いや、高い。レタスが一番高いよね、野菜の中で今。なんでこんなに高いのっていうレタスは。うまい。洗わないの？洗わないね。めんどくさいじゃん、洗うの。今日野菜とか洗わないからね。野菜は洗わない。レタスって400円気持ちいいの？こんな高いものなの？レタスって。先月500円もすんのこれ。安くなったんだね。味噌汁何飲もうかな。ちょっと待って。おいしそう。うなちゃんまんの料理もうまいけどね。うなちゃんまんの料理もうまい。あれ？はあった。味噌汁何飲もうかな。味噌汁。あれ？味噌汁どこ行った？あった。白味噌でわかめと豆腐と長ネギと油揚げ。12升で188円は結構安いと思うんだよな、これ。安くない？これ。しじみないね。油揚げか、長ネギか、わかめか、豆腐。うん、安いね。まあ、CGC だから安いんだけど。CGC 食品のやつだから。気出すとは CGC をなんか、あれしてるから、めっちゃ安いね、CGC が。CGC って何なんだろうね。安いよね。なんかね、スーパーであれして、あれするやつなのかな。スーパーで、契約すると CGC が安く仕入れられるとか、そういうのあるのかな。うん、お湯は沸かす。長ネギが食いてえな。なんとなく。油揚げ。あ、トップバリューも安い。キナスターはトップバリューもあるけど、CGC が多い。あれ、長ネギはない。あった。
あなたも私も CGC、 どこでもいつでも何度でもってさ、なんか変な歌あるよね、洗脳ソングみたいな。あれいつも気出すわで流れてる、うん、優しいあなたにありがとう、CGC、 大好き、みんな大好きみたいな、そんな歌が流れてる。スーパーマーケット、あれサザエさんがアナウンスしてるの、あれ。いや、キダストアはあれが流れてる。味噌は、いや、多分ね、聞いてない人は多分、あんまりスーパーとかに買い物行かない人だと思う。うん。多分行く人は結構ね、知ってると思う。ご飯チンしてこよう。麦ご飯。麦ご飯って美味しいの？麦ご飯。麦ご飯買ってきました。これ1個100円、これ電子レンジチンしてくる。これ 160g だから204kcal だって、麦ご飯。うん、玉肉ええわ。毎日食ったらまずいの。まあ、麦ご飯なんて自分で炊いて作れないからな。作れんの？麦ご飯って。体のこと考えてるよ。うん。いや、俺、サノッチみたいにさ、バカみたいなことやんないからね、もう俺。うん。もう、あれは本当にやっちゃいけない。もう俺もあれね、何年前にね、佐野地と同じ状況になったんだよ。うん。本当に俺もね、リスナーに求められて、毎日米3合炊いて、それを1日1食で食ってたんだよ。その上になんか適当におかず乗せてさ、なんか三角コーナー丼って言われてるね、伝説の飯があるんだけど、そう、それを毎日やってたのよ。テレビゲーム配信が終わった後。飯まだって言われて、ゲーム配信より飯配信の方がなんか人気があって、それでやったんだよ、ずっと。うん。本当にね、今の昔のよっさんを見てるような感じだよ、サムッチは。うん。いや、もうや、まあ、それはできた、1ヶ月に1回とかできるけど、毎日あれをやったら、サノッチって毎日血糖値ちゃんと測ってる、大丈夫？うん。人のこと心配するあれじゃないけどさ、あんだけ毎日さ、炭水化物さ、カレーとか毎日あんな食ってたら、やばいってよ、本当に。うん。ちょっと待って、電子レンジチンしてくる、麦ご飯。今電子レンジチンしてるわ。2分ぐらい。